ピンスンの卓球用具ランキング。はい、ということで、やってみました。第7位、じゃじゃじゃん、ジーニアスプラスオプティマムサウンド。キャリーパムパム、ジーニアスプラスオプティマムサウンド、はい、ですね。それはティバー、出ました、ティバー出ました、サムソノフ、サムソノフこれはもう勉強しましたから、やっぱり音がいい、かなり音いいんだ。フォアしてるだけでも音すごいなります。金属音音がいいラバーが欲しいっていう、その音がいいラバーを使いたいっていう、あの卓球の愛好家たちってたくさんいるんだけど、はい、結構紹介できるラバーって意外と知識ないと限られちゃう。そう、ジーニアスプラスオプティマムサウンドいいよとかって言ったらおしゃれか。おしゃれこれはじゃあコード37.5です。37.5 度上がった。8位は35度、はい、でそれよりも柔らかい分類に7位ってことは言ってるのに、高度は 2.5 度上がったの。7位に食い込んできた、シートですね。あ、なるほど、はい、今回のジーニアスプラスオプティマムサウンドのシートは呼び出た、すごい広いんですよ、感覚が、粒の感覚が。ああで、だけに広いですよ。あ、そんな広いんだ。はい、なんで、もうすぐ食い込みます。なるほど。あ、これ粒と粒の間隔ちょっと広いなとか思ったら、はい、もうある程度いい音するラバーだなっていう認識でいい。はい、はい、じゃあ 37.5 度のコードだけど、もうシートがやけに粒の間隔が広い、それで、柔らかくなるから7位食い込んできた、はい、ということで、柔らかさランキング7位、ジーニアスプラスオプティマムサウンドでした。チャンネル登録よろしくね。